はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第85回でございます。で、今回のテーマは誰の言葉を信じればいいと。で、サブテーマは何もないけど、まあ、言ってることが違うじゃんっていうのと、答えは一つっていうのを、まあ、そんな感じでね、今回話していこうと思います。で、まあ、このテーマどっから来たかっていうと、相談もらってる相談の中でちょっとね、ダイレクトにその話題ではないんですけど、まあ、こういうニュアンスのことを伝えると、まあ、結構同じような相談があったので、まあ、これでちょっと返そうかなと思って今回このテーマにさせてもらいました。まあ、言葉のまんまではね、誰の言葉を信じればいいと。で、まあ、相談に関してなんですけど、なんでこういう話題になったかっていうとね、その、まあ、中学生の子なんだけど、大人が、特にね、その子が言ってたのは、まずお父さんお母さんが言うことが違うと。そう。で、それに加えて、塾の先生と学校の先生が言うことも違うし、って、もう誰を信じたらいいか分かんない。なんでみんな違うことを言うの?みたいな感じのことが書いてあってね。で、まあ、思い返してみると、自分もそういうふうに思った時期あったなと思うわけですよ。だって、まあ当然だけど大人って同じことを言うわけじゃないから。でも共通するんだったら勉強しなさいっていうことは大体共通して言われたりするけどね。うん。あと人に迷惑かけちゃダメだよとかさ、共通することもあるんだけど、やっぱりあるテーマ、例えば、まあ、自分はね、こうやって勉強関係でやらせてもらってるので、勉強関係であれば、例えば、ね、この高校を目指したいと、うん、大丈夫だよ、目指してごらん、いけるよっていう人もいれば、いやちょっとやめた方がいいかな、危ないよ、危険だよっていう人もいるとか、一つの高校を目指すっていうことに関しても全然相対称なことを言うこともある。うん。で、そんな感じで、まあ大人じゃなくてもいいけどね、友達同士でも全然構わないんだけど、その周りの人が意見が違うと、一人一人が。で、そうやっていろんな意見を聞いていくと、結局誰の言葉を信じればいいか分からなくなるということが、実際生きてると結構ある。そう、まあ、誰の言葉を信じたらいいんだよ、もう分かんないわーってなることは、まあ、そうそうない人もいるけど、けれど、あ、意見が違うな、どうすっかなっていう場面っていうのは結構往々にしてあるわけだよ。うん。だから、今までね、このテーマをこの段階で話した段階で、いや、なんかよく意味わかんないんだけどっていう方もね、多いと思う、実際、このテーマに関しては。だけど、この先ね、何十年って生きていく中で、おそらく最低1回は、まあ、ぶち当たる疑問だと思っているので、まあ、もしよかったらね、ちょっと俺の意見言わせてもらうんで、聞いてもらってくださいじゃない、いや、聞いてみてください。よろしくお願いします。じゃあ、行きましょうかね。で、そのね、その誰の言葉を信じればいいってことで、まあ、言ってることが違うじゃんっていうのが、その子に関するその子の思いなんだよ。で、じゃあなんで言ってることが違くなるのか、一人一人が。で、なんでだと思うって言ったら、まあ、当然なんだけど、それは一人一人意見があって、意思があって、気持ちがあって、心があるわけだ。で、同じ心とかはないわけで、それは人それぞれによって意見が変わってしまう。まあ、当然だよね、それはね。例えば、じゃあどうしようかな。具体的な名前出さないはいいか。まあ芸能人である、じゃあ綺麗な女優さんがいらっしゃると。ね。で、まあみんながそうする女優さんが誰かわからないけど、その方をもう大好き、でもファンなんですっていう方もいれば、うわ、マジ嫌いなんだけど、なんかさ、性格悪そうじゃないっていう人もいるわけじゃんか。一つのもの、ね、の対象にした時でも、100人いて、100人がその人に対して好意を持つってこともありえないわけだよ。それは人それぞれの感覚とか感性、ね、心っていうのがあるわけだから、やっぱずれてくるよね。うん。なので、まあ、この先ね、そういうふうに、ね、意見が違う場面が出てきた時に、どう考えるか。俺がね、まあ、俺が普段どう考えてるかっていうと、俺はね、その、あるものに対して、いろんな意見を聞けるっていうのがすごい好きで、例えば今の例えで言うんだったら、その女優さん、ね、芸能人の女優さんに対して、好きだなって、ファンだよっていう方の意見を、なんでファンなのかなって、何が好きなのかな、どこが好きなのかなっていうところまで聞きたい人なの。けど、反対に、いや、マジ嫌だっていう人の意見も聞いてみたいの。そう。で、それはなぜかっていうと、いろんな意見、いろんなね、見方を知ることによって、自分の視野が絶対に広がるから。俺も芸能人とか、まあ、歌手の方、アーティストの方で、まずファンの方いらっしゃるわけだよ。で、やっぱりファンだから、基本的にはいいとこしか見れてないのね。でも、その人の歌ってる歌があんまり私好きじゃないんだよねとかっていう人もいるわけ。でもその時に昔はね、イラッとしてたんだよ。は?みたいな。うわ、マジないわ。とか思ってたんだけど。でも、よく考えたら、あ、じゃあなんで嫌いなのかなって。そう、何が嫌なのかなって聞いてみる。で、大体ネガティブなこと、その嫌だっていう人の中では半分以上が薄っぺらい人って多いんだよね。なんか嫌だ。
なんかムカつくみたいな。で、そのなんかムカつくっていうのは掘り下げるとめんどくさいので、それは基本的に無視します。俺はなんかだったら俺の好きな気持ちの方が絶対勝てるって思ってしまうんだけど、例えばこういうところがちょっとねあんま好きじゃないんだよねって、こういうところが私と合わないんだよねっていう具体的に言ってくれる人っていうのはすごく勉強になるんだよね。あ、なるほど、そういう風に見ることもできるのかって。だから自分がファンじゃなくなるってことはないよ、そういうことではないんだけど、そのある人に対してネガティブな意見を聞けるっていうのは、まあ、自分が持ってない視点を持てるわけだからね。あ、そういうものの見方もあるよなっていうふうに考えるとね、面白いんだよね。だから今回ね、まあ、そのいろんなケースがあったわけだけど、あるものに対して、まあ、いろんな意見が出てくる。誰の言葉を信じればいい？結論から言えば信じる信じないは君ら自分だから、もう自由なんだよそこは。もう誰の言葉を信じるか分かんないよって言ってる暇があったら信じる人を決めに行きなよっていうふうに思ってしまう。だって信じるのは自由じゃん。誰かを信じることを許容されることなんてないでしょ。だってみんなが信じたいものを信じればいいんだから。で、その時にわーってもう分かんないよってなっちゃう原因っていうのは、例えば好きな意見、嫌いな意見、他ね、分からない違う意見に対しても、なんでそれを言ってるのかっていうところを深くちゃんと受け取ってないからなと思ってて、薄っぺらく受け取ってしまうとやっぱり薄っぺらく悩んでしまうんだよね、分からないから深いところが。けれど例えばそのじゃあ高校にね行きたいって言った時に、その無理だよ、やめた方がいいよって言う人、いや行けるよって言う人、具体的に聞く。俺よく言ってたもん生徒に。例えば学校の先生三者面談とかあるんだよ、受験生の子ね、これからいっぱいあるんだけど、そのここ行きたいですって、大丈夫ですよって言われるとする。で、それはね、大丈夫ですよって突っ込むときはお母さんのお父さんの役割だと思うんだけど、お父さんお母さんにぜひお願いしたいことがありますって。じゃあ先生、一応すごい失礼な言い方かもしれないんですが、どういうことを根拠に大丈夫って思われてるのか、ちょっと詳しくお聞きしてもいいですかみたいな。いや、もしかしたら嫌な親と思われるかもしれない。けれど大事なことだから、それだけ。で、逆もそう。例えば塾の先生とかに、じゃあ辞めた方がいいよって言われたとする。で、先生、なんで辞めた方がいいと思うか、ちょっと詳しく教えてもらっていいですかって。だって、そのね、辞めた方がいいって。偏差値が足りないからか、何かが足りないとか、普段の姿勢が、勉強の時間が足りないんだよとか、いうことかもしれないけど、もしかしたらなんとなくで言ってる人も結構いるからね。先生の中でも。なぜなら、忙しいからね、こう薄っぺらくなるんだよ、どうしても。そう、そういう人もいるから。でもちゃんと考えてくれてる人は、申し訳ないけど、こうこうこうでこうだから今の状態だと厳しいと思うって言われたとする。じゃあ先生って、私それを頑張ってその部分をこうこうしたら受かることできるかなって言ったら、あーでもそう頑張ったらいけるかもしんないねって言ってもらえるかもしれないでしょ。だからどういう意見であっても深くちゃんと聞いてみる。薄っぺらく受け取って喜怒哀楽にすぐ行ってしまうんではなくて、ちゃんと受け取るっていう。で、そのちゃんと受け取って深く聞いた時に、あ、この人は薄っぺらく言ってるんだなって思ったんであれば、それを無視していい。そんなね、ネガティブキャンペーンに付き合う人ないから、みんないい。だから基本的に大切なことは、最終的に何を信じるかは自分だから、やばい、何を信じるかを決めるのは自分だから。で、その決めるためには情報が必要なので、どんな言葉に対してもそれを何で言ってるのかを聞いてみる。で、ぜひですね、ぜひその深く突っ込む時には喜怒哀楽を前面に出さないで聞く。だってもしだよ、自分がね、ちょっと例えばイラッとすることを言われたと、いや受かんないよ、無理だよ君にはって言われた、イラッとするじゃん、イラッとするしへこむし、その時に、は？え、なんでそんなこと言うの？って言っちゃったら相手の思いは聞けないよね。そこでグッとこらえて、そっかーって、じゃあ先生、なんでそう思うか教えてもらっていいですかって、ちゃんとちょっと下手に出る。ここはちょっと自分が大人になるしかないんだけど、そうやって相手の思いを聞き出す。で、それで喋ってるうちに、なんかドキマキしてると、やったら先生が、なんか何て言うかわけわかんないんだけどって、そしたら、あ、先生も大丈夫です、ありがとうございましたって言って帰ってきちゃっていいから、それは。そう、そうやって自分でちゃんと情報を知る、人の思いに触れるようにして、で、自分で判断すればいいと、そういうふうに思ってる。うん。で、最後にね、その答えは一つって書きましたけど、どんなものの意見に対しても絶対的な答えってなかなかないんだよね。そう、だって答えは一つ、さっきも言ったようにいろんな意見があるから。例えばそのまたね、芸能人の方の例え出して申し訳ないけど、ある方をファンの方でもちょっとね好きじゃない方がいらっしゃると、それが 100% みんなが大好きっていう一つの答えにまとまることはないから。
だから答えは一つじゃない、いっぱいあると。そんなから自分が何を選ぶのかって、そこがねすごく大事なところになると思っていますので、これね結構話し始めると俺長くなりそうだからちょっとこの辺でねもうやめてしまうんですが、まあ、今回ね喋らせてもらった、まず信じるもの、何を信じるかっていうのは最終的に決めるのは自分です。もちろんいろんな人にアドバイスをね、こうこうこう言われたんだけどどっちのどう思うっていう風に、そうやって誰かに相談するってのはもちろんありだよ。一人で抱え込む必要はないからね、そこに関しては。けれど最終的に決めるのは自分っていうのが一個大事なこと。そしてもう一個は、どんな意見に対してもきっちり薄くね受け取るんではなくって、深いところまでちゃんと聞いてみる。そこまでちゃんと聞く姿勢を持って、そこから決めればいいね。そういった風に思っていくだけで、例えばこれからね新しいね出会いというか、ね、友達でも、もちろん恋人かもしれないし、例えば仕事仲間とかバイト仲間いろいろあると思うんだけど、いろんな人に出会っていく中でいろんな人がいる。本当にね、なんて言うんだろうな、もうなんだろう、全身にナイフをまとってるような人もいるんだよ。もう触るだけで毎回傷つけられるみたいな、なんでそんなこと言うのみたいな人もいるわけだよ実際。そうだから、いろんな方がいらっしゃるから、だからこそ自分はしっかり受け取るという姿勢を、今のね、まあ、今ねこう聞いてくださってる方が中学生の方、ね、高校生の方、ね、社会人の方、あとはまあね親御さん、誰かはわからないですけど、今の段階からそういう風にしていくだけでもかなりねこう生きていく中でいろいろ変わっていくと思ってるし、実際自分が変わっていったからそうやって思うだけでね。なのでぜひね参考にしていただけたらと思います。では今回はハイチのダラダラジオ第85回、誰の言葉を信じればいいというテーマで喋らせていただきました。今回もねここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で次回は、まあ、毎度毎度なんですけど、まあ、ちょっと決まってないんでテーマね、また何か喋りますので、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。